ウコギ族はウコギ科の族の一つ。落葉性の高木、または低木。葉は長枝に誤生し、短い枝には多葉生する。普通五枚、時に三枚の小葉からなる手のひら上腹葉で小葉の縁には巨子がある。五から六月頃に単枝の先に花柄を出して、多数の花を三条につける。幹には鋭い棘があり、エゾウコギは細い棘を密生する。 多くは私有遺種で日本を含む東アジアに約40種知られる。ヒメウコギは日本のはメカブだけで果実はつかない。日本で一般にウコギと称される植物は別名でムコギ、ヒメウコギとも呼ばれている中国原産の種で生垣などにされる落葉低木である。日本で昔は栽培されていた種と見られているが一部は野生化している。 幸いは、前年に伸びた枝を切り取って、春先の発芽前に挿し木して、梅雨期に、日当たりと水はけの良い土地に植えて、被売される。平安時代中期に編纂され、現存する日本最古の薬学書に列する、本草学辞典、本草和明、同じく、日本最古の緩和大薬百科辞典に列する、和明類受賞の解説によれば、うこぎは、中国原産とみられる。 外来種のウコギであると記されており、現在使用されるウコギの和名漢字、ウコギ、ウコギ側はこれに由来している。また、本草和名では、ムコギと読ませた、姫ウコギが紹介されている。姫ウコギや、山ウコギは、薬用植物として、根の皮部をウコギ側と称して生薬にする。この根の皮は、鎮痛、胸争、強成に用いられ、ホワイトリカーにつけて、ウコギ酒にもできる。 ウコギ側は、秋の落葉期に掘り取った根を水洗いし、皮を剥いで刻み、天日乾燥して調整したものである。腰以下を温める効果があり、民間療法では、関節痛、腰痛、インポテン。根の皮の成分にメトキシサリチルアルデヒドを含み、特有の方向を発散し、その他パルミチン酸、リノール酸などの脂肪油を含んでいる。ウコギの新芽は食用にでき、軽く茹でて、 和え物やおひたしに、生の若葉を刻み入れた炊き込みご飯などに、調理されたり、硬くなった葉を天日乾燥して、茶料にできる。ウコギ科に分類される他族同様、ウコギ族の数種も過食種として、古来より広く民間利用された植物の一つであり、1603年発刊の日保辞書でも、ベコギーとして根は焼くように、葉は和え物に、 三木は酒に用いると記されている事実からもそれをがい知れる。また、三木に棘を持つ性質から柿根としても普及しており、1691年に松尾場所を門人にして、正門十明の一人に数えられる、立花北氏が発刊した徘徊所、うたつ州に、利東をこする廃人が、面白き盗みや月きのうこぎがきと読んだ句が収められている。 莫大な借金返済と国庫潤滑に生涯を捧げた、米沢藩大九大当主、上杉春則の財政改革に橋を発し、折からの協作に伴う基金を予見して、匿名を帯びた、野崎義政が実践、執筆したの植指南書、建物にこそ万能植物たるウコギは、紹介されなかったが、 生育条件に適していた地の利を生かして、それに準ずる食材確保の目的で生け垣に利用するよう奨励した。これにより、山形県米沢市では、今でも生け垣を備える一般家庭の大半でヒメウコギを常育し、春から初夏にかけて新芽を摘んで食べる文化が根付いている。栽培されているウコギは、中国原産で栽培されているヒメウコギも同じである。 日本の本州、四国の山野にあるのは山うこぎで、北海道にだけエゾうこぎが自生する。ありがとうございます。